はい、来ました。こちら、おはようございます。釣り深いです。さあ、1週間ぶりにまた来てみました。今日はですね、ちょっとルアーで遊んでみようかなと思います。水の色はね、ちょっと前回に比べてクリアになっちゃったんで、魚の警戒心はちょっと強いのかなと言った予想がされます。とりあえずね、ルアーはね、最初の1頭とかね、1、2頭が勝負ですんで、釣れるかどうかね、ちょっともう先行者が入ってルアーでいじめちゃってればもう釣れません。ちょっと行きます。行きます。お、来た。やっぱり来ましたね。はい、こんな感じですね、やっぱりいますね、うん、割といい方ですね。こんな感じで来てくれますね。元気なやつがこれ、これね、かっこいいですね。君はかっこいい。さあ、逃がしてみましょうね。君はかっこいい。君はかっこいいね。よし。はい、ありがとう。一投目で来てくれました。ルアーは一投目なんですよね。まだいるかな。ね、来てあります。もう一回。歩く。ちょっと怖かった。あ、連続ヒット、連続ヒットです。いや、ちょっとやめてよし。はい、2匹目です。ふう、2匹目よし、いいですね。よし、ちょっとこれ深く食べちゃったかな。ごめんよ、取ってあげるからね、すみません。よし、はい、ありがとう。連続ヒットです。さあ、次行きます。さあ、あ、逃げた。チキショー、はい、来ました。おー、いるね。はい、ありがとう。ご覧来ますね。こんな感じです。逃がしたくんですよね。はい、ごめんよ。はい、ありがとう。次は引き続きフライで攻めています。フライもですね、前回は多少濁りが入ってる関係もあってですね、魚の警戒心も取れて非常にいい感じで釣れてますけども、今日はご覧の通り水がクリアなんで、魚がいたとしてもですね、警戒心が強いのでそんなに釣れないと思います。それに、あのルアーで場をちょっと荒らしてるんで、なおさら釣りづらい状況だと思いますけどね。ちょっと試しにやってみます。
ルアーを、やった後っていうのは本当に、まあ、そこで魚が釣れないとしてもですね、魚が非常に警戒しちゃいます。やっぱり着水音だとかそういうのがやっぱり魚を警戒させてしまうという部分があるのかもしれません。じゃあちょっとやってみましょう。それではいきます。最初は手前からまたやってみましょう。どうしてもね、よし、その日の状況によって釣れ方っていうのは本当に変わります。大体ちょっと最初やってですね、その日の状況っていうのは分かりますよね。でポジションどこに移したかとかね、釣れてくれました。よし、今日もいいですね。決して状況悪くないですよ。やっぱりルアーの方があれですね、確率としては大きいのがかかる確率が高いですね。特に身のあたりは本当に大きいのを狙うんであればルアーもスピナーではなくて身の方がいいと思いますね。カツ釣りであればスピナーがいいと思いますよ。よっしゃ、うん、ねえ、これも入ってますよ、これ。よし、よし、よしよし。ねえ、うん、はい、ありがとう。ブラウン君、これ。ねえ、いいでしょ。みんなブラウン君ですよ。はい、ね、はい、ありがとう。さあ、ここはどうかな。ここはどうかな。ちょっとやってますよ。よし。さあ、春の早春のニジマスを狙います。そこ、ここですね。この一帯がポイントですね。さあ行きますよ。大きいのが間違って刺してきてればね、面白いですね。可能性ありますからね。ちょっと活水気味ですね、今年ね。発水気味なのがいけないね。はい、その辺これポイントです。ないかい、いませんね。その辺、その辺で来るか。あともうちょっとしたですね。その辺、その辺で来てくれ。嬉しいかな、ちょっと。ちょっと午後から風が吹くって言いますけどね、もう風がちょっとありますね。お、お、来ましたね。あ、うわ、いたでや、ちっきしょ。今いいやつだ。ちっきしょ。やっぱりいるね。いや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 、なんかこう
沈んだなと思ったんだよな。もう一匹ないかな。もう一匹。お、違うな。いやいやいや、ダメですね、本当に。ヘタッピで予想通りやの。まだ水が冷たいので、中井戸の緩い深いところにいますね。おっ、来たー。ふぅ、よし、よしよし、ふぅ、来てくれました。やっぱり外が入っちゃうのね、厳しいから。よし、いいやつですよこれ。見てくださいこれ、綺麗な綺麗なニジマスですよね。え、完全に回復してますね。回復してます。あと もう少し水位が上がれば釣り出すでしょう。よし、はい、はい、ありがとう。はい、どうもありがとう。ねえ、来てくれましたいや本当にね、厳しいとこから出てきましたよ。木の下のね、やばいとこから出てくるんですよね。それ、そんな雰囲気です。雰囲気はあるな。雰囲気ありますよ。どっかしょ、雰囲気はある。お、来たやったー、やりました、一発です。よしよし、暴れない暴れない暴れないでよ。一発でした。こちらです。はいはい、これこんな感じです。よし、よし、ね、はい、ありがとう。一発で来ました。まだ行くか、まだ行くか。いないか、一匹か。一匹いてくれました。お、お、お、来たー2匹目おれ、はい、さよなら2匹目来ました。さあ、来い。3匹目来い。その辺でしょう。あ、来た。さあ、見えた。
3匹目逃げてきました風強い。でもね、いますよ。3匹目は逃げてった。魚の横に固まってます、この辺に。おおおお、来た。よいしょ、来た。よしよし、あ、これまだ色が黒いですね。これまだ真っ黒、真っ黒なやつです、まだ。まだ黒いです、これ見てください、これまだ冬色です、これ冬色ね。え、はい、ありがとう。来ますね。よし、まだいるでしょ。めっちゃめちゃ溜まってますからね。ここ。I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alrightAnd for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago